こんにちは。日本から来ました、田代正義と言います。年は36歳です。もう頭、髪の毛はもう15年ぐらい悩んでいます。で、このクリニックを知ったきっかけは、まあ、僕の弟なんですが、弟がこういったのもあるみたいだけど、ちょっと調べてみたらということで、いろいろ調べたら YouTube とかで山本さんのことを知って、それから山本さんからこのクリニックを紹介してもらったという経緯です。もう15年、20歳ぐらいから、もう悩んでいて、もうやっぱり諦めきれないくて、今回、施術してもらうことになりました。とってもドキドキとワクワクと、まあ、今後の人生が変わることを考えれば、やっぱりとっても今興奮気味ではあります。で、同じ悩みを抱えた方が、またこういった動画を見てくれて、行動を起こすきっかけになってくれればいいなと思って、このインタビューを受けました。最初は、ちょっと驚きというか、あまりにも綺麗すぎてスタッフも含めびっくりしています。とても、いい通訳さんも いますし、安心できる環境じゃないかなと思います。こんにちは。今日で施術を終えて2日目です。今のところ特に問題はありません。少し不便といえば、寝るときにいろいろとちょっと気を使わないといけないところがちょっと不便かなというぐらいで、あとはもう何も問題なく、過ごせています。おかげさまで、このスタッフのドクター含め、スタッフの皆さんのおかげでここまで、来ることができました。今後どうなるか、ちゃんと生えてくるかっていう不安はもちろんありますけど、まあ、期待の方が大きいというのが正直なところです。あとやっぱり悩みがもうな、今までずっと抱えてきた悩みがなくなるのを考えれば、まあ、いろんな不安はあったんですが、まあ、行動を起こせてここまで来れたことを本当に良かったなと思います。なので、多分僕と同じような悩みを持っている方は多分もういっぱいいると思います。まずは勇気を出して行動することが大事かなと思いました。本当にこの病院はとてもいい、通訳の方も含め、もういろんな人にとにかくもうサポートしてもらって、もう何不自由ないぐらいで過ごせました。とても楽しくてとても楽しいです。まあ、いい経験にはなったなと思いますので、もうぜひ、このクリニック、ウェブワールド、また使っていただければなと思います。僕もまた今度何か機会があればまたお願いしたいなと思っていますので、はい、もう本当、スタッフの方々、通訳の馬釈さん、もう本当いろんな方にも感謝の言葉、もう本当言い表せないぐらい本当感謝しています。本当ありがとうございました。